そうそうそう。あれ、もう拳は大丈夫なんですか？治りましたよ。おお、カイチャンネルのお時間ですよ。お時間です。もうバチバチ練習してますよ。もう完璧ですか？はい、もう今日も庄司さんと何ラウンド？4ラウンドですか？4ラウンド、5ラウンドぐらい。5ラウンド、疲れた。5ラウンドもうバチバチやりました。おお、疲れ様です。もう治りましたよ。へえ、パンチ。あ、もうガチガチ殴ってると。はい、殴ってます。おお、復活ということで、復活したカイ君にちょっと密着させてもらいたいなと。はい、思いまして。もう練習終わっちゃったけど。あ、終わっちゃった？ あ、もう今日はトレーニングない。いや、あのスパーリング終わって、うん、この後ミッド打ちとダッシュをするかなっていうくらい。おお、取ってもいいですか？いいですよ。お、はい、じゃあトレーニング、たまにはね、はい、トレーニングに密着ということで。はい、わかりました。てかまあ、庄司さん、もうすぐ試合なんですよ。お、あとメインイベントは3週間と。もう3週間もうクタクタで。ちょっといつものテンションじゃなくてすいません。どうですか、コンディションは？いや、すごくいい。もうほんとね、いい練習させてもらってますよ。おー、もう準備万端で。庄司さん、今このトライフォースに週5で来てくれてるんですよ。週 5すごいですね。だからほぼ毎日一緒に練習してます。おー、でほぼ毎日殴り合ってるんですか？そう、もう毎日。もうあざすごいよ。確かにあざすごいよ。なんかおでこが赤くなってる。傷だらけ。朝8時から、うん、すごい緊張感。庄司さんでもめっちゃ強くなってますよ。楽しみ、マジ楽しみ。本当に強くなってるのはすごい感じながらやれてるから、マジで楽しみなんで、ぜひ期待しててください。一緒にいつも練習してる俺も感じるぐらいなんか強くなってるから、マジ楽しみ。28日の日曜日です。そうそうそう、11月の28日の日曜日、神戸でやります。神戸で、庄司さんメインで。いやー、でも打撃戦になりそうですね。もう打撃戦でなんぼでしょ。殴り合ってどっちが立ってられるか。おお、いきなりテイクダウンに行くと。じゃあちょっと庄司さんやってくれると思いますね。しっかり勝って行けたら大晦日もみたいな感じですね。来ますよ。どこでも死ぬ気で行きますよ。どこでもいつでも。ミッド打ち行きます。お願いします。すごい筋肉だ。先生、ありがとうございます。うん、いや、最近見た中でかなりいいんじゃない？いや、すごかったですね。どう？動きいいでしょ？いや、ど早いね。キレキレですよ。あんな早いだね。いやもうね、ずっとさ、拳で痛めてる期間、ずっと蹴りのミットやってたからさ。ああ。蹴りの威力がかなりあった。なるほどね。怖っ。投げれない時ずっと蹴ってたから。あと足のトレーニングずっとしてたからさ。で、ここから。滝沢健太です。何も持ってない僕が、オミ明星氏から全てを持ってる朝倉海選手から全てを奪ってやろうと思ってます。滝沢健太の成り上がりに注目してください。おっす。そうですね、まず準決勝楽なりできたなっていう、率直な感想で、まずこのトーナメントは
まあ、僕の中では優勝して当たり前だと思ってるし、あの通過点だと思ってるんで、まあ、他の3人とレベルの違いをしっかり見せて、必ず優勝します。楽しみにしてください。グランプリの4選手にお話したいと思います。1日に試合のグランプリを勝ち抜いて優勝するポイントは何になると考えますか？あ、はい、ポイントを、まあ、全然問題ないんだけど、はい、まあ根性で、はい、やればいいと思います。やっぱり気持ちだと思います。まあ気合です。はい、まあ、いかにダメージを負わないように、戦うかというところと、まあ、本当に最後は、気持ちの戦いになってくるかなと思います。まあなんか楽な相手というか、いかにこうダメージをもらわないって今言ってたんですけど、まあ、それ考えてる時点でちょっとあのマグに入ってるかなと思ってるんで、あの、まあ、ガンガンバチバチやって倒してやろうと思ってます。あの前回準決勝の後にちょっと、まあ、右拳の負傷っていうのはちょっと心配だったんですが、その後の回復状況ですとか今の練習状況について教えてもらえますでしょうか？今は全然問題なくて、普通にパンチ打ってるって全然大丈夫です。完璧な状態で準決勝決勝に入れると思います。しっかりもう骨もくっついて、感知してるので、問題ないです。両選手とも質問ですけど、あの、まあ、決勝戦に、反対ブロックから、上がってくると予想する選手は誰でしょうか？今誰が上がってきてもいいように練習してるんで全然問題ないんで、誰が上がってきてもいいです。朝倉選手が上がってくると思います。まあどっちかわかんねえなと思ってて、まあ、大木久保選手が勝ってくれたらリベンジになりますし、まあ、井上選手が勝てば、まあ、優勝候補って言われてるんで、まあ、美味しいなと思ってます。大木久保選手が上がってくると思います。まあ、実力的には5年目なのかなって思ってるんですけど、なんかその井上選手が大木久保選手を KO とか一本できるイメージはわからないのと、なんだろう、その組力とか大木久保選手が強いんで、まあ、判定で勝つのかなっていうちょっと予想してます。はい、よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら皆さん全方位を集まりください。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした、間近で見て？まあ、どうも思わないけど。どうも思わない。あ、普通に倒せそうだなっていう感じ。あ、まあ、背は高いよね、結構。うんうんうん。まあ、全然問題ないかなって。珍しくフェイス2フェイスで。いやいや、別に普通によろしくみたいな感じで、やろうぜみたいな感じで言ってきましたけど、いや、大晦日盛り上げたいですね。やってどうなるかはわからない、でもやらなきゃどうなるかはわかっている。戦うしか脳のない俺たちが、戦うのをやめてなんかいいことあるか。喉から手が出るほど格闘技。面白いこと、こっちは続けるぞ。お前ら